テシオ弥生旅人宿です。おはようございます、ウィリーです。寒い、もう一枚着ればよかったかなとかね、思いながら今ちょっと半分後悔しながら走ってますが、今日も昨日一緒にね走ってもらった友人 T さんはもう私とはちょっと別行動になります。2日間ありがとうございました。助けて、命の恩人としてありがとうございました。それじゃあ失礼します。また来年お願いします。では おこっぺの道の駅に着きました。ちょっと休憩します。さて休憩が終わりました。あそこにいらっしゃるマッドマックスのグース仕様乗ってらっしゃるライダーさんと今喋ってきました。ちょっとね、昨日転倒してからねアクセルが渋くなってしまって、どうも引っかかったりね戻らなかったり無用の空ぶかしをしてしまうんですよ。品のない運転です。ちょっとねグリップエンド締めすぎたかなという、向きが違ってますよね中心線からね。見せてくれました。ありがとうございました。インカムでつながってるわけじゃないんですけどもね、録画してるからっていうのを伝えたつもりなんですよ。伝わりました。いい、かっこいいの見せてもらいました。道の駅オホーツク紋別、そして隣にあるのが例の有名なカニの爪のですねモニュメントですね。カニ爪のモニュメント、もうたくさん人がいる感じがするので、もうスルーにしようかな。いつもバイク持って行ってね写真撮ってたんですけどね。さてと、荷造り終わりました。この角度から見るとちょっとしかないでしょ荷物がね。ところがこうするとなかなか横に張り出してるんですね。でこの横に張り出してこういう風に荷造りしちゃうとね、ちょっと問題点があるんですよ。それは何かと言いますと、このミラーがねハンドルの下についてるので、これで半分以上隠しちゃうんですね。なのでこの積み方はあまり良くないんですが、しかしお尻をねもじもじとこう動かすことができるので、もうだいぶね200キロほど走ってきましたから、もうお尻がねだいぶしびれてるのでこっちにします。雨や風が直接ね当たりますからね、もう全然見えない。もうこれはもう降ります。スルーで向こう側へ降ります。もう仕方ない、休憩しても意味がない。何にも見えないですね、右側のクジラロコが。
仕方ないや、もうゆっくりゆっくり降りていきましょう。幻想的な景色です。お、左が中之島が見えますね。湖面が光っています。これはこれでいいんじゃないですか。素晴らしい。ちょっとパーキング止めてみましょうか。いいんじゃないですか。諦めていたところにいいものが見えると嬉しいな。どうでしょうか。どんな感じでしょう。微妙ですね。さっき走ってた時にチラリ見えた景色に比べるとね。まあこれはこれでちょっとね、今まで私の知らない屈斜路湖の姿ですね。もうもっとね、霧が濃くて、もうほとんど雨の中を走ったこともあるんです。去年はおかげさまで霧が出る少し前、ほんの少し前、タッチの差で1回2回3回もね往復しましたよ。この峠をね、それぐらいここ好きなんです。雨なんですよ。あと5キロっていうところで降り出して、もうカッパ着ないで走ってます。もうレインウェア着ない、着ません。もうカメラもね、今は真っ暗で何も映ってないと思うんですけれども、それは私が手で押さえているからです。おはようございます、ウィーリーです。もくりさん一泊して、今夜ももくりさんに泊めてもらうので連泊なので、セロですね、後ろに荷物がありません。もう荷物なしで走れるセロってこんなに乗りやすかったんですね。俺テントとかで今回積んできてないのでね、それでもね、あんなに重く感じるんですよ。まあ本当に荷物があるとないではもうセローのもう全然違いますよ。なんせ18馬力ですか、18馬力。はい、釧路は渡ります。ダートをね今日走りたいと思います。もうがれたところはね、Uターンしますよ。全然もうそんなね、度胸ないですから、もういっぺん焦げてもうおっかないんで、怖いんで、もう全然もう攻める気はないです。はい、まあこの辺の釧路川の堤防とかね、もう走ればそれでいいかなと思っています。空気圧を調整してました。もうこの間のね失敗をね生かさないとね、同じ失敗してたらダメですよね。この間は荷物を積んで重心を高くしてタイヤの空気圧を落とさないまま
重心は高いがグリップ力はないわっていうバイクで、それはこけますよ。私みたいな技術のないのはね。まあ、技術のある人でもちゃんと空気圧調整するんですから。いい感じですね。だいぶ登ってきましたよ。もうちょっと行きましょうか。よいしょ。さあ行きましょう。もう違うな、流れ方が違う。さっきまではもうズルズルだったのに、うん、いいんじゃないですか。うん、いいよ、うん、いい感じですよ。おとといのね、あの函館だってね、フラットダートだって聞いて行ったんですよ。もう全然フラットじゃないですよ。もう私が削れてしまってね、もう上がれないですよ、深いところに入るとね。でそこ行くの嫌だなって目で見てしまうと、そこへバイクは行くんですよ。でバイクは見た方へ走りますからね。コーナーでも先の方を見な、遠くを見ないとね、手前見てると倒れちゃいますよね、こけちゃいますよ。まあそんなことで、森の中こうやって走るといいですね。時々鳴らすんですよ、こんな風に。なぜかというと熊が嫌なんですよ。森の熊さんに会いたくないですからね。実はね、これね、この方は私こけました。